はい、こんにちは。マイチャンネル、前原です。今日はこれです。かばや変身トーマス第2弾。前回はこの4台でしたね。トーマスの貨車と客車とパーシーとヒロの4種類でした。なぜか写真に撮ってあるという。で、今回はトーマス、パーシーとフリン、それにディーゼル10の4種類になります。また以前と同じように横につなげて並べることができます。で、今回は3番なので、フリンですね。では開けて作っていきたいと思います。こういったパーツとステッカーが入っています。あともちろんガムも入っています。前回同様、この箱の中に組み立ての説明が記載されています。じゃあちょっと作っていきます。とりあえずこんな具合ですね。ここにステッカーを貼っていきましょうか。はい、ということで完成しました。こんな具合ですね。今回の変身トーマスはちょっとステッカーが多くてですね、見た目は前よりかかなり良くなりました。ちょっと動きますね。ここはちょっとだけ動く。フリンはね、車庫に入らないんだけど、車庫に入った状態はこんな感じです。あとすでにですね、パーシーとディーゼル10がありまして、うちにこれとくっつけるとこんな具合ですね。ついでにパーシーはこんな具合です。で、ディーゼル10はこんな感じですね。はい、ということでかばやの変身トーマスでした。